スポーツ基本法は、日本におけるスポーツに関する施策の基本事項を定めた法律である。スポーツ振興法を改正し、2011年6月24日に、交付、同年8月24日に施行された。スポーツ振興法を全部改正する形で制定された法律であり、スポーツに関する基本理念や、スポーツに関する施策の基本となる事項が定められている。 従前のスポーツ振興法が1964年東京オリンピックの開催を控えて制定され、施設整備等に主眼が置かれていたのに対し、スポーツ基本法では全文でスポーツ立国の実現を目指し、国家戦略としてスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを謳い、また3条ではスポーツに関する施策を総合的に策定し、 および実施することを国の責務として位置づけるなど、スポーツ振興を国家戦略として位置づけている。なお、スポーツ庁の創設については、検討課題として不足に規定され、文部科学省設置法の一部を改正する、法律により2015年10月1日に文部科学省の外局として、スポーツ庁を設置された。また、 2014年度よりスポーツ振興の観点から行う障害者スポーツに関する事業を厚生労働省から文部科学省に移管された。なお障害者の社会参加やリハビリテーションの観点から行う事業については引き続き厚生労働省が担当する。この遺憾は法令の改正や部局の移動を伴うものでなく従来からスポーツと障害者福祉にまたがる事項。 障害者スポーツに関する施策を福祉の観点に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要性から見直しを行ったものである。第二次世界大戦後に制定された日本国憲法ではすべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとされている。これを受け、 1947年に制定された教育基本法では、1条で、心身ともに健康な国民の育成を教育の目的として掲げ、また、1949年に制定された社会教育法では、2条で、体育及びレクリエーションの活動が社会教育に含まれることが規定された。しかし、これらの法律におけるスポーツについての規定は、抽象的であり、 保健体育審議会は1953年に当審独立後における我が国保健体育レクリエーション並びに学校給食の振興方策についての中で政府が体育レクリエーション振興を推進するための法律的根拠が薄弱であるとしこれを具体的に推進する事項の立法化を要望したさらに1958年には スポーツ振興審議会がスポーツ振興のための法的措置の強化についてという要望書を公表し、その中でスポーツ振興法の制定を要望した。これらを受け、1961年自由民主党、日本社会党、民主社会党の3党共同提案でスポーツ振興法が国会に提出され、同年6月16日に交付された。2006年に設置された、 スポーツ振興に関する懇談会は2007年に公表したスポーツ立国日本国家戦略としてのトップス2009年には教育再生懇談会の第40報告の中で総合的なスポーツ振興施策の展開としてスポーツ基本法の制定やスポーツ庁の設置が提言された。同年自由民主党と公明党がスポーツ基本法案を提出したがその直後に 衆議院が解散されたため、同法案は廃案となった。2011年、スポーツ議員連盟が中心となり、超党派でスポーツ基本法案がまとめられ、民主党所属の衆議院議員奥村天さんらの提出による議員立法として、スポーツ振興法を全面改正する改正案が提出された。この法案は、6月17日に可決、成立し、 50年ぶりに全面改正されることとなり、題名もスポーツ基本法に改められた。ありがとうございます。